サクラウンの頭と帽子かぶっちゃってる、うん、何でしょうかね、どういうものなんですか。これあのニョキニョキ上がってる雲がですね、なんか薄く湿った層があるようなところに、うん、その大気の層、湿った層を持ち上げて、どういうふうに帽子かぶったみたいな雲ができます。これが見えた時には積乱雲が急速に発達してるっていう証拠なんで、まあ、この後この下で局地的な大雨になるということが言っています。可愛らしい雲ですけど見かけられませんですね、はい、でその他にもこういう、まあ、ちょっと濃いような原因がこう空に高いところに広がってたりすると、はい、積乱雲がその先で発達してるっていう証拠です。で、まあ、その他にもこういうチグサグのこうなんかボコボコしてるやつがありますね。でこれもですね、この濃い剣とかの下で、そこで見えたりするんです。こういうやつが来ると、まあ、1時間とか30分とかしてから雷雨とかになったりするような、まあ、前兆現象として現れるんですよ。であと漏斗雲、見たことありますか。生では見たことないですね。リポートとかでお写真を、ね、番組では寄せていただいてるんですけど、そういったものでは見たことがあるんですけど、こいつは一番ヤバいやつで、うん、こういうなんかロート状の雲の底からこう垂れ下がってるやつがあったりすると、それが地面に達すると竜巻になるんですよ、うん、こいつを見たらすぐ頑丈な建物の中に入った方がいいというようなやつです。はい、危険と。そうですね。であともう一つはさっきガストフロントの話いっぱい出てきましたけど、ガストフロント空気を持ち上げますので、うん、そこでフロントに沿ってこういうアーククラウドっていう、まあ、湖上の雲が できたりするんです。で、こいつがこう迫ってくると、ガストフロントが来るっていうのが分かるんですけども、こいつが頭の上を通過した瞬間に突風になります。冷たい突風が。まあ、こういうですね、まあ、雲いろいろあるんですけども、雲がこれからヤバくなるよってことを伝えてくれてるようなものなんですので、ぜひですね、こういうやつら見かけたら、まあ、レーダー見るなりして、避難するなり、もしくはいっぱい写真を撮って私に送って研究の素材を提供してくれるとか、そういう風にしていただけると嬉しいです。ツイッターに送ったらいいですか。どこに送ったらいいですか。メールでも、はい、メールでも、はい、写真をいっぱい送ってください。ということで、ここまでですね、積乱雲についてですね、荒木さんにお話を伺いましたけれども、質問などがもしねありましたら、せっかくの機会ですので、全然ですね、失礼いたしました、全然ですね、難しい質問とかじゃなくても大丈夫なんですけれども、もし何か気になっていることが、はい、何かあれば何でも教えてくれます。どうですか、何かわからないこととか感じたこととかもしありましたら大丈夫でしょうかね、うん、あ、はい、わかりました、どうぞどうぞ、はい、マイクだ、夜の集中豪雨なんかが起こりそうなんですけども、積乱雲が見えないんですけど、私たちの五感とかを使ってそういう危険な現象を察知する何かポイントみたいなのです。風が急に冷たくなるとか、雷の音が聞こえる以外にも何かありますか。やっぱりあの夜っていうのは、空も雲も見にくい状況だったので、空が光ってるとか、そういう状況だとちょっと嫌いになるっていう、分かりやすいって思いますけど、まあ、やっぱりレーダーを見るっていうのが一番いいかな。特に、まあ、夜中にですね、外に出て体感としてすごいムシムシしてて湿ってる、しかも雲もいっぱい出てるみたいな状況とかだと、どっかで雷雨が降ってるか、そこに夏場とか降ってたりするので、そういう時はレーダーを見て、どっかで雨が降ってるっていうのを見てもらえると多分ね、大丈夫だと思います。はい、質問ありがとうございました。ぜひ空読みに活かしていただければと思います。何の質問ない、はい、ではちょっと私に振りますから何でしょうかね。まあでも普段結構ね、こういった空読みっていうのは私も番組の中でお伝えしている立場なので、まあ、なかなかこういった雲ってこう私も見たことないものとかもあったりするので、こういったこのアーククラウンとかは実際に見たことはないので、こういうのってこいつができる仕組みを知っておけば、はい、レーダーで見てわかるもんなんですよね。レーダーで自分のところに発達した積乱雲が来そうな時にあらかじめ屋上に張ってるところに見えるんです。もう仕組みを理解して来る
るぞっていうのを、まあ、レーダー見てて、うん、まあ、大体ですね、夏場は、うん、途中でお話ししましたけど山の方で積乱雲が発達するんですよ、はい、それからこうだんだん降りてきたりするっていうのがよくあるので、うん、はい、まあ、そういうやつらを見てですね、まあ、そろそろ来るかなと思って屋上に行って張ってるとこういうやつらに出会える。そう、なんか自分でもこうね、なかなかこう特別ね雲にこう詳しい方ばかりではないと思うので見分けられるのかなっていうのがちょっと疑問ではあったんですけれども、事前にじゃこうレーダーなどを比較しながらもういっぱいこう雲を見ていくということなんですね、うん、やっぱりですね、その普段からその、うんうん、見たり雲を見たりとかみたいなのをしてるとですね、明らかにこいつなんかいつもと違うっていうような雲とか見かけたりすると思うんですよ、うん、でそういうやつらの中にこういうのがいたりすれば、まあ、なんか起こってる、なんかやばいことが起こってるっていうのは、まあ、一応察知できるんですけど、うんうん、まあ、今日の話も含めてですね、積乱雲がどういうこういう危険を呼びかけるような姿をしてやってくるかとか、そういうことをあらかじめ知っておくとですね、もうちょっと付き合いやすくなる、うんうん、でこういうのが分かってて、まあ、レーダー見てですね、雷雲が迫ってくるっていう分かってればですね、それゲリラじゃないんですよ、うん、ゲリラっていうのはまあ予測できないやつなんですよ、うんうんうん、分かって、いることが分かってるのゲリラじゃないし、うん、そうですね、予測ができないものがゲリラなんですよ。というわけで、まあ、レーダー使いつつ、スライドをしつつ、うん、ということで、そろそろお時間ということで、ここまでですね、荒木健太郎さんにお話を、伺っていきました、ありがとうございました。あ、すいません、それで、今日あの SNS で顔出し OK の方は、はい、ちょっと集合写真を撮りたいと思うので前に来ていただいてもいいですか。ぜひみんなで写真を撮れたらなと思いますので、ご協力いただける方よろしくお願いします。よろしくお願いします。でこの後また同じ場所で荒木さんこちらでお話をね、また聞ける